どうもシュー、今時期は和風バンド今時期のせーのしんでござる今インフルエンザ疫病流行してますが皆のシュー達者でございますかなさて、えー、そんな冬のジャパンでござるけれどもいよいよヤマトの絵巻新春スペシャルが来週に迫って テーマまあえー、大和絵巻という和風、えー、イベントでこれまで5回ね大変盛り上がってやってきたわけですが、まあ、ちょっと大人の事情で大和の絵巻になりましたんでね、はい、この「の」の間合いを、えー、ぜひね、えー、楽しんでいただけたらと思いますともかく大和の絵巻2月2日、えー、池袋ロサで 行いまする和風バンド金色我らの金色と和装伝同士あかり殿の共催でま、えー、ずっとやってまして、はいまあ、今回も、ね、そういった形で、まあ、幅広い和の音楽や展示の世界を楽しんでいただけたらと存じまするというわけでちょっと今回ね出演者さんの紹介をこの動画でしてみようかと存ずる えー、この「大和の絵巻」出演者スロットっていうのを和装伝道士あかりさんがね、えー、作ってくれまして、えーまあ、これ使いながらちょっと紹介してみようかなと思うのでござるよ、まあ、例えばここに今か、えー、これ真空王ルさんって読むんですね、はい、神紅桜じゃございません真空王ルさん真空王ルさんという今回初出場のバンドさんがいらっしゃるんですけれども、えー、彼女らは ロックサウンドにエと三味線が加わった個性豊かなメンバーが織りなす和洋折衷なアンサンブルとございます、えー、まあ初出場ということで我もねどんなかなと PV を見せていただいたんですがもう本当にねプロクオリティでね、えー、再生数も非常に多いですあの和楽器バンドとかを彷彿とさせるようなもう売れそうな和ロックバンドですねほんとキャッチーなメロディーが、ね、耳に残る感じですんで ぜひお楽しみにしていただきたいし、まあ、ここの篠えの,のベリザクレウトさんという方と、えー、主催、まあ共催のあかりんが、えー、結構長い付き合いのようでして、デザインフェスタでもね、えー、まあその辺でちょっと、えー、3人で顔合わせて、えー、させてもらいましてね、えー、まあぜひ出たいというふうにお聞きして、えー、実際に出てくれることになってね、本当嬉しく存じまする。さて、 じゃあ次のバンド参りましょう面白いよねこのスロットおっ金色来たねはい我ら金色でございまするどうも金色ははいまあ金色はですね、えー、まあこういう節目節目の祭りではスケダチメンバーを入れましてねスケダチ楽隊員を入れまして、まあ、ベースドラム入れましてねはいちょっと また骨のある、えー、サウンドで、ね、お送りするんですよ。普段は打ち込みプラス、まあ、ギター、ボーカルでやる時が、ね、多いんですけれども、えー、今回は、えー、ドラムにですね、柏木カリンドの、まあ、別名、八着さんをお招きしております。まあ、彼は本当ね、えー、大津健二とのバンドやったことがあるというそうそうたるね、えー、メンズと絡んできていて、本当に実力派ドラマーなんですね、すごいパワフルでござるよ。 あとは、えー、逆にちょっとね、文化系のね、まあ、男子っていう感じの、若地さんというベーシストね、まあ、こちらも本当、長い付き合いなんですけれどもね、まあ、時には、な、えー、何ですか、えー、ベトナムの方でね、ちょっと社長業でね、仕事をしたこともあるなんて聞いてますけれども、えー、まあ、そんなところでね、われわれの祭りの時には、人肌脱いでね、 ベース弾いてくださるということで、まあ、こちらもまた楽しみなんですね、はい、また違ったタイプのイケメンなんですよそしてまた今回はさらなるゲスト出演で、えー、ミーウェル殿という高音オペラ歌姫を名乗ってやってらっしゃる方にコーラスをお頼みしてます、まあ、すごいあれなんですね高音がもうね先日ちょっと合わせたところ ほんに艶があって響きがもう素晴らしいですねまあ今時期結構荘厳なメタル曲もあるじゃないですか、まあ、壮大なお話をモチーフとしているような感じの、まあ、そういうなんか歴史の壮大さにも負けない壮大な歌声で、まあ、我のね渾身の雄たけびとハモってくださるということで、まあ、これ結構ね必見かもしれないですねあとさらにはまたちょっと他のサブステ枠で 出演してくださる紅桜剣舞会まあこちらもよく盾でね絡んでくださるんですけれども今時期の舞台でもコラボしてくださるということでその力強い盾お楽しみにしてくださいでは龍の騎馬殿はいこちらも何かこうまた新しい地なんですよまだね、えー、出演していただいたことないんですけれども太鼓 を使われるんですねさらに太鼓にアコギに力強い歌というねどっちかっていうとこちらも今までの大和絵巻にない感じの男臭さいい意味での男臭さがあるバンドだと思います、まあ、こちらは紅桜剣舞会さんにちょっとご紹介いただきましてこんなかっこいいバンドがあるよってことでお声かけしたら快諾してくださいましてね、はいえーまあぜひ その鋭い牙に噛まれに皆の衆来ていただきたしえー、まあプロフィールを見ると学園祭などでもやってらっしゃるとね、はい、三味線や篠えなどの和楽器もあっ篠笛も今回ね出られるっていうふうに聞いておりますのでねまあそういった和のテイストも、えー、実に楽しみでござるねいいであるとの はい、イデアル殿も、ね、デザインフェスタでもすごい人気の縦集団でございまするが縦、まあ、っていう枠に収まらない、まあ、パフォーマンスすごい,なんていうかエモーショナルなドラマの、ね、ストーリーがあったりそこには舞があったり、はいえーまあ、いろんな形で、ね、人々を魅了してくださいますね。えー、本当に、えー もうデザインフェスでも長年人気の集団で世界各国で活躍されてますね、はい、フランスに行かれたこともあったしまた他の国にも行かれたと思いますまあこの、えー、紹介によると記念式典のパーティー会場ライブハウスあらゆる方面で活動展開なるほどね おっしゃってますんで、まあえー、実にまた活躍の幅が、えー、広くてですね本当こなれたプロの演技が見られるんじゃないかと思いまする楽しみですねカラクリンゴ研究所、はい、こちら出展ですね、えー、我らと共催の和装伝同士赤輪殿が主催する 和風ブランド、まあえー、プロフィールの方では大正ロマン和洋折衷レトロスチームパンクあこのスチームパンクというのも最近話題ですが、えーまあ、こういったものにとき,めくをときめきを感じる方に見てもらいたいということです、えー、和風小物であったり和風の服であったりね、まあ、その,あ,のあかりん自体がお張り子っていうことでやってらっしゃいますので、えーまあ、ご自分でいろいろね制作されてやってらっしゃいます まあこのスロットにせよ、ねまあ、フライヤーも作ってらっしゃるんですけれどもラ、えー、くりんご研究所にしてもすごい本当に器用なアーティストでいらっしゃるなというのは常々感心しております、まあえー、ぜひ、ね、皆さんもお好みの和の一品がこのブースで見つかるんじゃないかと思いますので出店立ち寄ってみてくださいませではこのスロットちょっと、えー、こうですねあスロット動き出しました それ、あまたカラクリもだったな。やまとなでしこ、はい、和風ポップユニットはヤマトナでシこ殿ということでこのい立てばシャクヤク座ればボタン歩く姿はユリの花とはそれでそのまんまこれメンバーの名前なんですよねシャクヤクさんボタンさんユリさんというねはい、えー、まあそういったはい、まあ、素敵な はいえー、お名前でね、えー、和の大和なでしこを象徴しているユニットでございます、まあ、どっちかっていうとねアイ和アイドルっていう風によく言ってるんですけどあここでは和風ポップユニットって言ってますね、はい、よくアイドルイベントとかでお見かけするんですが、まあ、もちろんそのアイドル的なときめきもね与えてると思うんですけれども力強いですね非常にもうね勢いを感じます会場 彼女らを世界で満たしてしてまうそうそいったところありますね、まあえー、タルが実はアレンジに関わっていて、まあ、タルのアレンジっていうのはどっちかっていうと結構力強いのとかノリがいいのがと得意なんで、えー、まあすごいそこの辺もねマッチしてるところがございます中でも、えー、もう代表曲の「日本シュシュシュ」でしたっけはいえー、あまあタイトルは違うかもしれないけどね「うん、日本チャチャチャ」じゃなくてねこの「シュシュシュ」 日本シュシュシュって言いながらね会場全体もうねブレーコーですよもうお酒をね大いに振る舞うっていうのを何回か拝見してましてねあれめちゃめちゃ盛り上がりますからね今回やるんでしょうか、まあ、その辺も含めて必見でござるまたねなかなかこちらゆりさん、えー、お一人で出ていただくことは実はあるんですけれども3人揃って出るってことがね意外とレアだったりするみたいなんでこれを機にぜひね この機会を見逃しちゃいけないのでね千載一遇の機会ということで、えー、ぜひご覧になってください「加賀美慶殿よ」はいこちら「加賀美」とおっしゃいましてリン、えー、のね昔ながらの付き合いというふうにお聞きしてますがサブステージでね、えー、出ていただきます、えー、落語などの舞台に一緒に出られる「耐震楽曲芸」という 和の伝統芸能をやられてましてまあ今ちょっとこのね動画だと分かりにくいかもしれませんが傘を持って手には木箱を持ってらっしゃるんですよまあこれをくるくるくるって回したりするんですかね傘でね、はい、実態はちょっとね我も、えー、拝見したことがないのですけれども初出演ということで多分ね度肝を抜かれますねもう大道芸という枠には多分収まらないんでしょうね、はいえーまあ えー、そんな彼女の耐震楽曲芸ご覧になってくださいませ名物焼きそばやあこちらはですね以前出ていただいたあの和アイドルの神木さんがですねえー、こう美味しい焼きそばを作ってくださるんではいもう焼きそば以上のものをね えー、夢や希望もゲットできると思いますのでね、えー、ぜひお立ち寄りください美味しいと評判です、えー、こうたくさんなんかめくってくるとねだんだん誰をねやったかわからなくなるのでちょっとチェックさせていただきますねえー、こうですねあもうだいぶでもいっていってますね さて、出るかな出るかなやってない人、竹書道室とのこちらは前回ね、出ていただいたんですけれども、巨大な和紙をですね、壁に貼り付けて、そこでガーッと描くんですよ、祭りの途中でね。これはもう圧巻ですね、ライブペインティングっていうよくデザーフェイスとかであるじゃないですか。これライブ 書道ウィングです、ねえー、いやこれはねなかなかこの祭りの盛り上がりと同時にね作品も完成していってまあこの、えー、書もまた盛り上がってってねもう2枚貼ってたらこう2枚目にこう突入みたいなね、はいえー、まあ、そんな様子が見られましたが今回一体どんな作品が出来上がるのかほんと楽しみですよね、えー、このプロフィールを見てみますと いろいろやってらっしゃいますね。PV 等のイメージ用毛筆データの提供とか、外国人の方に指導したりとか、マネキンエキストラ舞台など、はあ、なんか本人もね、この武術をやられたりもしてて、そういったのもやってる姿、ちょっと拝見したことあったと思います。えー、ほんと楽しみですね。まあ、こちらの方は、まあ、えー、今回、た、え、け、ー、さんには書道で出ていただきますけれども、 中の人が一之進さんというようでして、まあ、我は精之神としては非常に親しみを持っている次第でございます紅桜犬部会来ないかなあ,あ「精のピョンタルピョンあかりピョン」 あ、こちらはですねえー、さんというダンボール芸術の作家の方がですねいろいろ精密な芸術を作ってくださってちょっと今回都合がつかず出られないんですけれども気持ちを込めてね我々のモデルを作ってくださいまして、まあ、我々って、まあかりんしかいないじゃんって感じかもしれませんが。 まあよく見るとね、これなんか、せーのピョン、タルピョンなんですよ。はい。いろいろあってね。紅桜兼舞会で止まれ。止まれ。<laughs> 止まれ。紅桜兼舞会で止まれ。止まらない。止まってくれ。 もありましたね、はい、紅桜剣舞会殿よっ、えー、紅桜剣舞会殿は本当ねこの時期長い付き合いなんですけれども、えー、この右側の主催の成宮さんという方がね、まあ、こう1点でずっと、えー、活躍されてるんですけどすごいカリスマですねはいもうそしてまあ、えー、皆さん非常に力強い盾を見せてくださいます どっちかっていうと華麗な建物もあるんでしょうけど殺人剣といったイメージが我にありますね建って結構ねなんか見せ,見せるものとしてやってるところが多いのかもしれないんですけれどもえ紅桜剣舞会殿はあの一回ワークショップにもね我行かせてもらったことあるんですけど空手の練習をガチでやっていたりとか もうここまで動くかっていうぐらい、まあ、剣を振ったりとか、はいえまあ、そういった、まあ、本気の盾をやってるって感じがしますねえー、まあそんなベンザクラ剣舞会殿はえ、まあ、今回サブステージで出演いただきますけれども、まあ、今回またね所瀬しと所狭しと大活躍してくださるんじゃないかと思いまする今時期とも共演ありますのでお楽しみに おっと重要な方を紹介し忘れておった我ら今時期と共催するこのイベントを共催する和かり殿いやあかりんはね本当もう回を重ねるごとにもう貫禄あるアーティストにさらになっていってね主催としても,もう手腕をねもうすごい発揮してくださるんですよね もう素晴らしいフライヤーも描いてくださいますし、まあ、いろんなね、まあ、和の人脈もまた持っていらっしゃいまして、まあ、ちょっと一緒にね本当に末永く和の祭りを共につ作っていけたらと思う方でございますそんなあかりんですが、まあ、プロフィールによると謎の電球ピカさんに和装伝同士に任,任命されてはるか江戸時代から タイムマシーンでやってきたと。はい、そういうちょっと SF 要素のあるおはり子ということでございます。まあ実際衣装とか作ってらっしゃいますもんね。えーまあえー、そちらの出店もありますが、はいえー、おはりこということでございます。で、えー、最近は江戸のように戻ってるんですけども、この大和の絵巻で帰ってくるとこちらもまたなかなかね、お会いできない。 貴重な機会ですんで、これを見逃したら、ほんとね、天罰が下りますんでね、えー、まあぜひ、えー、まわしを運んでいただきたく存ずる。ほんとね、えー、あかりん殿は歌唱力もすごいですよ。えー、もう、えー、パワフルでね、えー、カラオケでも満点でいちゃう、えー、って聞いておりますんで、えー、もう機械にも通じるその歌声。ましてやもう、人の心を揺り動かし、雷神をもつき動かす。 その歌声に期待してくださいませあとまあクラリネットの演奏もね、えー、されますんで、まあ、今回あるんですかねきっとあるんじゃないですかねその辺もお楽しみにでは今週末2月2日土曜日「大和の絵巻」最初から最後まで見逃すなさらばじゃあよ